ともどもチップです。今回はですね、シェアハウスの悪いところ、デメリットみたいなものを、紹介したいと思います。シェアハウス、私はすごいおすすめしたいんですけども、こういうデメリットがあるっていうのはちょっと共有しておきたいなって思って、っていうのがシェアハウスの悪いところで思いつくものを今回ギュッと詰め込んでみたんですけども、結構それがシェアハウスのデメリットの9割ぐらい占めるのかなって思ってるんですね。っていうのが、これって結構どこのシェアハウスでもある、あるあるみたいなものだと思うので、この悪いところが全然我慢できるよっていう人はシェアハウスきっと向いてると思います。で、シェアハウスって悪いところばかりじゃなくていいところもたくさんあるので、私が紹介する悪いところが全然気にならないよっていう方はもう本当にいいとこ取りだと思うので、ぜひシェアハウスに住んでみてほしいなって思います。で、今回の動画はそのシェアハウスが合うのか合わないのかっていう判断材料みたいなものになってくれたらいいなって思います。で、別の動画でシェアハウスのいいところも紹介できたらいいなって思ってるので、よかったらそちらも見てください。では早速シェアハウスの悪いところ見ていきたいと思います。どうぞ。YouTube でも見るか。お風呂、お風呂、レッツゴー、イエイイエイ、お風呂、レッツゴー、レッツゴー。お風呂、ネットフリックスでも見るか。よし、洗濯でもすっかな。レッツゴー、レッツゴー、洗濯ワッショー、洗濯イエイイエイ。さてと、私のお気に入りの洗濯機で使ってるやん。あと9分。あ、8分だと。いや、こっち故障してるしな。かといってこっちはちょっと使いたくないよ。いや、こっちもな。洗濯。いったん
ンテラスハウスで見るか。よし、今度こそお風呂、レッツゴー、イエーイ。まず必要なものを置いてと、そんで、まずはシャンプーとコンディショナーでしょ。でそのあとメイク落としとか洗顔とかでしょ。であとはこの他にも体洗うタオルとかボディーソープとかいろいろセッティングしないといけないんです。はい、ティッシュティッシュ。さっきセッティングしたものを全部戻さないといけないんですね。はい、オッケー。さーてと、洗濯機終わったかなと。あれこれちょっと終わったけど取りに来てないやつじゃん。よし、手洗おうっと。今日何しようかな。あ、やっぱハンカチ忘れちゃった。手濡れっぱなし嫌だな。自然乾燥で頑張るか。よし、ちょっとコンビニでも行ってアイスでも買ってこうよっと。あ、この靴の出し入れがな若干めんどいのよね。よし、アイス行こう。ただいま。あー、ファミチキまで買っちゃったわ。やっぱコンビニダメだね。靴をさっき、違う、先にスリップ出して、靴しまわないとね。ちょっとこれめんどくさいな。よし、アイス食べよう。わーい、やばいやばい、電車乗り遅れちゃう。急げー。久しぶりですね。いや、そんなに忙しくないんですけどね。いや、なんかちょうど急いじゃってて、はいはい、じゃあまた。はーい、じゃあ失礼します。はーい。うわー、急げー。よし、今日は電車間に合いそう。よし、鍵閉めて、レッツゴー。ゴー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 。ちょっと待って、マスク忘れた。ぐーはぁ、結局間に合わないかも。うわー、今日雨かよー。ちょっと待って、私の傘どこ。にしても散乱しすぎじゃない。どこ、これじゃないしな、これでもないし。あー、なくなってる。皆さんいかがでしたか。少しでも参考になれば嬉しいです。他にもシェアハウスに住んだことがある方でこういう悪いところがあるよっていうのがあれば、コメントで教えていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございます。以上、チップでした。